金魚。皆さんこんにちは、作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。旅ごとに今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。懐かしい今日2020年1月8日水曜日、花は息する今日の素派の言葉は一切争う必要がない私、一切争う必要がない私。そして今日の BGM は金魚は息する旅ごとに、カノコミスズの詩、あのお話のママ子のように、その中から金魚を綺麗な玉を吐くのです。朗読は女優の小林彩子さんです。7年半かけて金子みすゞの残した詩512編全てに作曲をしました。今日はその中から朗読編をお送りしています。ぜひ手に取ってじっくりと聞いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。